様々な形状の AC アダプタ左側が AC 電源からの入力コード AC アダプタとは商用電源より交流を入力し目的の電力を出力する機器。本項で詳述する。AC、DC アダプタの俗称。AC アダプタ、DC アダプタとも。AC アダプタは小型家電製品等で用いられる電源装置。電力会社から供給される商用電源は一般的に 100V 以上の交流である。それに対して電力を消費する電気製品の側は3から 12V 前後の直流を使用するものも多く、変圧器や整流器、安定化回路などからなる電源装置によって一旦低電圧の直流に変換する必要が生じる。この電源装置を物理的に分離、独立させたものが AC アダプタである。通常、電子機器と呼ばれる部類の電気製品で利用されることが大半で、建物に固定されている照明機器や洗濯機のような電化製品と呼ばれる部類の大型の電気製品で使われることはあまりない。AC アダプタはもともとトランジスタラジオのような電池駆動の可搬型電子機器で使われる機会が多かったが、今日では熱源の分離、設計の容易さなどの理由から、電池駆動ではない電子機器、小型の電化製品でも AC アダプタが利用される機会は増えている。なお、AC アダプタの多くは、交流電源を直流電源に変換する AC、DC アダプタであるが、変圧だけを目的とした交流出力の AC、AC アダプタも AC アダプタと呼ばれている。AC アダプタが利用される典型例として、携帯電話、携帯音楽プレイヤー、携帯型ゲーム機、ノートパソコン等のように持ち歩いて使用されることが想定されている機器がある。次のような場合は、電源を内蔵可能な大きさの機器であっても、あえて電源を内蔵せず、AC アダプタとして本体から分離することもある。内蔵する充電式の電池によって駆動することを前提とする機器では、AC アダプタの主目的は、電池を充電するための電流を供給することである。携帯電話など、こうした機器の AC アダプタのことを充電器と呼ぶこともある。携帯電話やゲーム機などは充電制御回路が本体側に装備されており、AC アダプタは一般的な電源として動作する。ラジコンカー等は AC アダプタ内部に充電制御回路が入っている。AC アダプタは、コンセントより得た交流電力を内部の変圧器によって電圧を降下させた後、整流器によって整流し、シリーズレギュレータ、またはスイッチングレギュレータといった安定化回路を経由して安定化させた直流電力を出力する。小容量のものでは安定化回路がなく、変圧器と整流器、簡単な平滑回路だけで構成された非安定化 AC アダプタもある。また、スイッチング方式の AC アダプタの中にはトランスを使用しないトランスレス方式のものもある。また1990年代以降はコンセントより得た交流電力を直接整流し、その後高周波の交流に変換してから小型のトランスによって高圧して整流、平滑を行うスイッチング方式のスイッチング電源が主流になっている。従来の AC アダプタに比べ、部品点数が多くなり、コストがかかるが、小型のトランスを使用することができたり、トランスを使う必要がなくなるため、装置の小型化軽量化につながり、また電力変換効率も高いのが特徴である。ただし交流から直流への変換時に生ずる電力損失は熱エネルギーの形で放出されるため、使用中の AC アダプタは熱を持つことが多い。シリーズレギュレータを使用した安定化電源回路を搭載している場合、この部分での熱損失が非常に大きい。スイッチングレギュレータの場合も発熱はするが、シリーズレギュレータに比べれば少ない傾向にある。同様の回路構成では、容量が大きいほど発生する熱も多くなる傾向にある。大型の AC アダプタでは、冷却用のファンを搭載し、強制空冷としているものもある。使用時以外でも AC アダプタには内部回路の構成上、微弱ながら電流が流れている。待機電力を減らすためには、使用していない機器の AC アダプタはコンセントから外しておくことが望ましい。なお、AC アダプタは、交流から直流への変換を目的とした機器であり、直流から交流への変換は不可能である。一般的な AC アダプタについて外観から特徴的な部分を抜き出すと、大きく分けて3つの部分からなることがわかる。すなわち、コンセントへ差し込む、プラグ部分、変圧回路、整流回路、安定化電源回路などを収めた本体部分、そして電気機器に直流電力を供給する出力部分である。このうち、コンセントへ差し込む、プラグ部分に関しては、本体に直接ついているものと、本体からケーブルが伸びているものがあり、後者はさらにケーブルが固定されているものと、脱着可能な電源コードの形を取るものに分かれる。出力部分に関しては、本体から直接固定されたケーブルとその先端に取り付けた DC プラグからなる場合が多い。AC アダプタの筐体の形状は一般に箱型である。黒色あるいは暗灰色のプラスチックで、その表面には定格や安全基準を示す PSE マークやウルマーク、GS マーク、TUV、ネメコ、セムコ、デマコ、フィムコ、CCC、CSA、ベド、コスト R、そしてブスミーなどが記載され、各国共通仕様のものには複数マークが記載されている。EMI、FEE のための一般的な証明書マークは CE マークと FCC と C チック系。これらのマークは商用電源に接続される電源機器に必須とされるものが各国であり、品質検査を受けた証として認定されたものにマーク表示が記載されている。近年ではデザイン性を重視し、明るい色を用いたり、脳型体とはかけ離れた外見を持つものも多い。例えば、アップルなどは本体と統一感のあるデザインの AC アダプタを開発している。一般にノートパソコン用など持ち運ばれる機会が多いものに関しては、可搬性、収納性を考慮したデザインが取られる傾向にある。本体の大きさは、AC アダプタの回路構成や出力電力の大きさによって決まる。一般にシリーズレギュレーターを使用したものであれば、変圧器やレギュレータからの発熱を逃がすための措置が必要となり、重くかさばるものとなる。これに対して、スイッチングレギュレータを使用したものは、回路自体が小型で発熱も少ないためコンパクトである。また組み合わせる機器によっては、安定化回路を簡略化したり省略したりすることが可能なものもあり、その場合は一層の小型化が可能な場合がある。また同じ回路構成を取るものであっても、出力電力の大きなものほど部品の大きさが大きくなり、発熱も大きくなることから、結果として全体の大きさが増すこととなる。可搬性が求められる機器では、AC アダプタもコンパクトであることが好ましい。消費電力の高いノートパソコンなどでは、本体に対して大型の AC アダプタが必要な場合があるが、最近では小型で高性能なスイッチングレギュレータにより AC アダプタの小型化も進んでいる。携帯音楽プレイヤーなどの音響機器では、スイッチングレギュレータが発するノイズによる悪影響を考慮し、シリーズレギュレータを使用した AC アダプタを組み合わせるケースが多く、機器本体よりも AC アダプタが一回り以上大きいこともある。IEC 60320C1、IEC 60320C7、IEC 60320C5、IEC 60320C13、電源ケーブルのプラグ形状 AC アダプタに対する交流電力の供給は、通常は家庭用商用電源のコンセントから行われる。コンセントの差し込みプラグは、AC アダプタ本体に直接ついているものと、本体からケーブルが伸びていてその先端についているものがある。後者の場合ケーブルの着脱が可能となっているものも多い。AC アダプタ本体にコネクタが直接ついているのは小型なものに多いが、隣接するコンセントの穴を塞いでしまうことが多いという問題を抱えており、改善が望まれている。これは延長コードの利用により解決でき、ごく短い延長コードなども市販されている。プラグ部分を折りたたんでコンパクトに収納できるものもあり、これは可搬性、収納性、安全性などの見地から見て優れた改良であると言える。プラグを上に向けて床に置かれた AC アダプタを誤って踏むようなことがあると、プラグ部分が折れ曲がり使用不能になるほか、ひいては足の裏を傷つけるという危険がある。その点、コネクタがケーブルの先についているものは取り回しがはるかに楽である。比較的大型で重量のある AC アダプタの場合、本体に直接コンセントプラグをつけたとしても、コンセントプラグだけで自重を支えることなどできないから、必然的にこのような形態を取ることになる。電源ケーブルの着脱が可能なものでは、これを交換することにより、プラグ形状の異なる外国での利用に対応することができる。電源ケーブルと AC アダプタ本体の接続部分は、日本の場合、数字の8の字状の断面を持つメガネコードなどと、俗称される2極のコネクタが用いられる場合が多く、海外メーカーによる製品など、パソコンの電源ケーブルなどにおいても散見される、3極ケーブルが用いられるものも多い。AC アダプタの中には、全世界対応と称して、AC100V から AC240V 程度の範囲の入力電圧に対応する製品もある。日本で販売されている、このような製品の着脱可能な AC 側ケーブルには、7A125V などの表示がある場合がある。各種プラグの先端部分極性記号直流に変換され、多くの場合は出力された電力は、細くしなやかな、より線のケーブルによって送電され、コネクタによって機器と接続される。コネクタの大きさ、形状、端子数は、電圧や容量などによって異なる。コネクタの形状やピン配置、電圧の範囲が統一されている EIAJ 極性、統一プラグも存在するが、後発の規格であるため、廃止された旧規格の EIAJ-RC-6705 に準拠したコネクタの方が広く用いられている。また、IEC60130 から10や D45323 で規定されている各種コネクタ、車載機器用の EIAJ-RC-5322 のコネクタ、メーカー独自のコネクタを採用している例もある。極性については、EIAJ 極性統一プラグを使用する機器は、センタープラスに統一されている。それ以外の規格のプラグを使う機器は、1990年代半ば以降の機器は、センタープラスを採用するものが多いが、音響機器や楽器、エフェクターなどは、センターマイナスが主流。日本の旧来の携帯電話の AC アダプタでは、携帯電話の規格ごとに統一されている外部。接続端子を利用しているものもある。ただし、端子は統一されていても、電圧及び電流は統一されていない場合もあり、その場合は、キーと呼ばれる端子に固有の突起を設けることで、同じメーカーのものでなければ接続できないようにしている。また USB のバスパワーによって、動作、充電する機器で使用するために、機械的に同一の USB 端子を持ち電源端子に電力を供給する機能を有する汎用 AC アダプタも存在する。ただし USB の規格では 500mA 以上の電流を出力するためにはデータ通信によるネゴシエーションが必要であるが、充電専用と称してネゴシエーションなしでも 1A 程度まで出力することができる規格違反の製品も存在する。AC アダプタを使用する際は、機器の付属品、もしくはメーカーの指定品を使用することが望ましい。ただし、出力電圧、電流、コネクタの形状、コネクタの極性が一致しており、変圧方式が一致しているのであれば、互換品でも実用上は問題はない。ただし、測定機器や音響機器など、設計上の都合で、ハムノイズに弱い精密機器で使用する場合は、リップルノイズ、スパイクノイズの多寡も考慮する必要がある。また安定化電源を前提とした設計の機器に安定化回路なしのものを接続したり、シリーズレギュレータのものの代わりにスイッチングレギュレータのものを接続すると誤動作や故障の原因となることがある。特にトランス式で安定化回路の入っていない AC アダプタは無負荷状態では表記よりも高い電圧が出ているので、むやみに他の機器に接続すると回路を破損させてしまう危険性がある。また、様々な機器に共通して使用できるよう、出力電圧が可変となっているような汎用性の高い AC アダプタも存在する。このような製品では、一般的にプラグの先端部分を使用する機器のコネクタに合わせて交換することが可能となっている。コネクタ。ありがとうございます。